キンキッシンの3日目の4回取れなかったのがミスや全に、ね、そこはミスだよね平均点方式だと、50点が40点かもしれないけど、半数ぐらいになるけど、うん、まあ、全体的に9試合中1回は確認、それがミスやな、今日。の。でもミスまでに17試合くらい赤点ねえからな、昨日から。 17試合ぐらいあって、そこのミスがあって。うん。だから、そのままお待ちください。平均値ってもう、9以上いってるって、だっば9.5とかの世界になってるっていう。0.5くらいの世界になってる。みんなもないレベルになってるけど。うん、ああ。何かしらゲームメイキングするとか、観戦で見ながら、感覚値が合ってるかとかっての大事だからね。朝が来ました。うん、初日の襲撃はありません。 3番、さん番、発言します。まあ、本大変だわ。ないはい、お願いします。まあ、普通にやってねって感じね。うん。あ、そうね。変な発言しない方がいいんじゃないしょうがないから、これも。まあ、ね。どうなんすよね。このポジションって結構弱いんですよね。だなんていうのかな。まあ、んうん。 まあ、騎士はしっかり頑張ってね。それぐらい。あ、言ってきますけど、騎士じゃないからね。まあ、それぐらいかな。あのー、村同士戦うのやめてほしい。村同士戦うのマジ不毛だからね。ねえ、四文ちゃん。どうも。四番、三番。 発言しまますすははいいおはようございますえっと村同士戦うどうもって言われた気がするんですけどそうの通りでうんと村が村人が村人を疑って思考ロックしてしまってまあそうですねまあ意見が聞けなくなる状態で自分は正しい正しいって 正当化してしまうのは良くないって思ってますが、まあ自分は毎回言ってるんですけど、あの、ハンターに関して、記事は自分が釣られ位置に上がったりとかした時は出るのがいいと思うんですけど、あの、潜伏してくれた方が面白いので、あ,ありがたいっていうか、楽しみたいです。はい。なので、潜伏希望です。5番、ん番。 発言しますそうですね、3番さんと4番さんの言った発言、別に何もおかしくないかなっていう感じはするんですけどね、僕は。だから僕も、さっきの試合で役持ってる人出てきた時に、確かに考えやすかったんですけど、まあハンター、ちょっと強制で打てるっていう、あるんで、やっぱ出ないで、打ってもらった方が多が楽しいと思うんで、僕も出なくていいかなみたいな。こ、まあ、こういうういとと言うとお前 狂人かよみたいな。人狼側だってなるんですけど、まあ、所詮ゲームなんで、まあ、楽しくしていきたいなみたいな。感じっすね。まあ、僕がハンターかもしんないし、ハンターじゃないかもしんないんで、まあ、信じるか信じないかは。まあ、皆さん次第ですね、そこは。これ、平和村だったらどうなるのかなとかちょっと思ってますけどね。まあ、2回目なんで、急に村2回目で全然わかんないんで僕。って感じなんで、まあ、みんなの発言2週目聞いて考えようかな、みたいな感じっすね。6番さんどうぞ。 6番さんが発言します。はい、おはようございます。村人人 CEO ございません。ああ、ハンター出た方がいいと思うよ。普通に役伏せ、セミオープンで、うん、普通に、まあ。楽しいってのはわかるけれども、うん、勝利は遠のくかなって思ってます。唯一許される条件かとしたら、占い3仕様のハンター潜伏、そんぐらいじゃないただ、それって占い師にとっては多分すげえストレスになるから、普通に。 なんだろ、う、片役進行って <laughs> 弱いと思うからあ、出た方がいいと思いますよ、普通に。役制、セミオープンで、役役って形で。うん、それが一番筋が通るかな、勝つためにはと思ってるんで。まあ、楽しみたいってい気持ちはあるけど、楽しみながら勝ちましょう、どうせだったらと思ってるんで、勝つ気あんのかなって思っちゃうわ。申し訳ないけれども。楽しんで勝とうよ。うん。それが一番かなと思ってます。まあ、思考の違いじゃないですから、ね、だけれども、あんまり、 得こできない。それは。正直、勝利を目指す上では。以上です。出てほしいと思います。七番。三は。発言します。進行論的な進行上では、まあ、正直奇数の進行なんで、ハンターで発砲したら、まあ、弱いんで。船は減っちゃうからね。偶数になるとき以外は発砲っていうのは、基本的には内村だと思うんだけど、この村強制発砲なんで、出た方がいいとは思うけれど。 はいまあ、そこ、進行論だから正直まあどうでもよくって、俺はなんか3から6まで印象を全くそれぞれにつけてない、この状況の方が変やと思ってるけれど、6番とか。うん、3番とかめちゃくちゃ俺、印象悪かったけど、4番って3番に対して何の印象を取らなかったところが不自然やなと思ってるし、5番は3も4も別に何も何。 特に変なところなかったっていうのもおかしいと思う。3番って俺めちゃくちゃ印象悪くて、初手からかなり印象悪くなって、ヘイト集まる気なたのかなと思ってたんだけど、なんか、3から6までの流れがなんか不自然やと思ってる。普通の村じゃないって思う、3ってめちゃくちゃヘイトたまる出方やったと思ってるけどね。うん、なんか、なんか全員印象悪いって言ったら印象悪くなります。全員印象悪いですね。はい。ハンターとかどうでもいいかなと思ってる。印象つ あなたの発言です。はいそうですね3番は何か役が出ろとか役が頑張るとか何か言ってたような気がする6番もあんたが出ろちゃんと6でいいんじゃない知らないけど役が出てほしい人が人外かどうか確かめたらいいんじゃない情報みたいに潜伏派の人が人外なのか確かめたらいいんじゃないうーんわかんないけど こういうあれで、ンターが出ることって理があんのかなキスガミで出て、噛まれたら、無理、まあ、陣内打たないとやばいよね。一日に群らせてしまったらって思うけど。うーん。と思います。はい。あ、3と6でいいんじゃないですか、今日。はい。以上です。はい。9番さんが発言します。 うーん、まあ俺も3から63から6というか356に2陣買いプラスはいそうかなっていう体感だけどようく7番さんが、まあ、普通に喋ってくれたけど3番4番引きし5番さんも発言から、まあ、自分がハンターかもしれないっていう示唆はしてたけど56基本的にハンターないで3番も <coughs> それに対して5番さんは3、4番さんは、まあ、いいこと言ってたとは言,言ってなかったと思うけど別に普通だって違和感なかったみたいなこと言ってたけど何にも、まあ、印象づけなしでしょう特に6番まあ4番さんは2周目って感じだなとあっ、ね、まあ思ったけど 2>,、ね、2人外ぐらいはいそうだなとか3、5、6とか なんかね僕自体は感覚値は合ってんだよねでもなんかブ裏自体の感覚値と合ってないみたいなねお願いします占いいろくしろねあのハンター出る必要ないんですよだから6番ってハンター出ろって言ってるからなんかあの騎士尾は強狂人だと思っててで7番に関してもハンター出ろって言うんだけど出る必要ない はい、あんたなんか出なくていいよ8番はまとも、あー俺の,しあの片代のところ言ってるけど、9番とか、あの全然8、9まともで、3、4、5、この辺おかしい、棋士も出す必要ないし、なんか棋士化かしてるのも意味ないし、4番に関しては、あの役は潜伏したほうがいいっていうのに、3番透かしてるし、4番も透かしてるから、なんか役を潜伏しろっていう意味がわからん、はい、破綻してる、あの発言破綻で、5番がそこを気にならないところもおかしい、だから3、4、5。 あの出る必要ないし、平和村だったらもうあのフルオープンでお願いしますね。あのハンター噛まれたときに関しては、占い師決め打ちで打ったらいいんですよ。で、その方、その片方の進行を取ってあの釣れば勝てると思ってる。あれだけど、まあ、平和村であってほしい、<番>責任逃れ放します。彼ら10試合目だから。はい、俺、CO がないんで、平和村だと思ってます。 1確くした。で、6、7なんで、もうこのまま除外して考えますね。で、7番の指摘は、あの、もっともなんだけど、まあ、このまま普通じゃないんで、ね、<laughs> こういう村なんで、ね、こういうしなきゃいいの全然、まあ、3番はいきなり気象をし,かしたから戦えるんれだけどっていうのマットであるんだけど、全然、それをするっていうのが、ね、このプレイ、6番。シンキューやってで,、ねまあ、でも、観楽師が意外とずれでないみたいな。 もし4番5番とかが平和村みたいに4番の占いい平和村みたいに修正していったけど発言聞いていったら79番7が浮かび上がってきたから番9番が9番白いか4番だけ除外して3と5を出すわけだけどもし狼があるとしたら、まあ、4九っていうのは修正していってるしさっきみたいにとっさの判断で何とかやってるし眠りながら3番3が 発言します 1> 7、ね7まあ1は多オね。オね。ケー。うん。2はないね。うん。1にはつながってないかなと思ってますね。うん。ね。で、9もないと思う。あるのは4、5、8。うん。2はないと思う。って感じですね。うん。そんだけ、うん。6万ね。6万3ってさ、結局、じゃあ誰が多くなっての 俺、いちいちね、こう潜伏する意味ねえじゃん。ねえ。潜伏して、なんで7代って打つ意味があんの一番さんは結局。ランテージずれると思うけど、でもたまねえしやるか。ええー、そのポジションで。文句言うなよ。よ。ランテージぶれでも。 全然自信ねえが、ちゃんと聞いてねえじゃん、2番の話もくんね。はい、そんな感じ。まあ、4番はどうなんだよね。あって、強人かな。まあ、記事出ればいいんじゃないなんでないのまあ、1番のオオカミが分かったから、<laughs> まあ、強まででしょ、この人。オオカミでしょって感じですね。だから一、一六。 こうん、うん一応結構あるねと思ってますよね。六番さん、俺が何がおこめそった？言ってみそ？うん、うん、あんまり四号はない。うんね。四番さんが発言します。はい。 おはようございます。えっと、えー、占いに関しましては、1番さんか3番さんかどっちかって言ったら、間違ったら、あの、申し訳ないなっていう感じで、ちょっとね、やっぱりわかるわけじゃないから、うん、自分から見て。だけど、1番さんがおかしいかなって思ったかな。 なんだろううん、3番さんがわざとなんか印象悪く喋ってるんじゃないかなっていう風に感じたから私は、うん、なんか市民と最初から感じてたかなって感じやしうん <laughs> 難しいけどね、うん、で6番さんはまあ役出た方がいいっていう風にあの流れで自分の師をちゃんとこう言ってるっていう。 感じやってでも、ちょっと狂人あるんかなっていうふうに思ったけど、7番さんがなんか、ハンターなんかどうでもいいからって言ったのがすごいちょっと気になるなうーん。なんか、なんだろう、この話の流れで自分もハンターの話すると怪しまれるんじゃないかって思って、どうでもいいからみたいな感じで、キリり毛みたいな感じで、狂人。3番さんが真の占いし、で、7番さんが狂人もしくはまあ村人。 GM。もしくはハンター、自分がハンターだから、どうでもいいっつったんかな。でも、ハンターだったらもっと言うと思うんですよね。で、私は5番さんは、あの、確定村人で見てます。ー9番さんも、よくわからない、2番さんも。あまり一をやった方がいいか、この村のために。ハンター保護にハンターを守れないと思うけど。 7番さん9番さん1番さんが僕は怪しいのに分かるんですよ。出ないのがメリットがないみたいな。まあ、出た方が考えやすいって僕言いましたけどね。まあ、分かるんですよ。出た方が確実にいいんですよ。そんなだけど、まあょ、高いゲームなんで、打って楽しんだ方がいいかなっていう、そういうニュアンスで言ったらなんか怪しいみたいな。ま当然ですよ。まあ妥当かなっていう。まあ、感じなんですけど、なんでそんな4番が なんかあれ3番の肩持つのかなみたいなそういう雰囲気はあったんで,でしかも僕2周目出るのはあんま好きじゃないんで、まあ、3番がちょっとあれかなみたいな思うんですけどあとなんでその1番が人狼って決めつけられたかのもうちょっとよく分かんないんでまあ強人で出た方が絶対強いと思うんですよね普通に占いしそしたら人狼が強いかなみたいなもんで僕はまあとりあえず3かなっていうだ三3が7に白出してるから 僕は LINE で基本考える感じなんで、個人で考えるとちょっとむずいんで、LINE で考えたいんですけど、でも、まあ7番僕に言ってきてるんで、まあちょっと適当に言ったのかな、みたいなのは思うんで、僕は産業かな、みたいな感じですね、思ってるのは。とりあえず。ただまあ僕ももちろん怪しいですよ、みんなからしたら。まあそれは間違いないんで、6番さんはまあ僕のニュアンスうまく取ってくれたんで、まあ、まあそれに1、6白つってるし、 まあ、白かなって僕も普通に思うんで、1も6もなさそうなんで、僕は3、4だと思ってるんで。まあ、どうだろう。他の人がどこに行くかで、票はれたくはないから、それに合わせるって感じですかね。3、4のどっちかだったら、票が集まった方に行きます。6番さんが発言します。はい。 なんかうん、7番とかに怪しまれる俺の立場がわかる気がする自分で自分をなんかすっげえペースが乱されるこの位置いや,いや、うん、なん3番4番なんて100%ねえよ小松さんに言っとくと、うん、今日グレーから行く形で役出さねえと釣りどころも減ったくでもねえんだけど役釣りたくねえんだけどマジで出てくんね、うん、一応俺の中で1本出しとくよ うん。二周目の発言が全くわかんなかった。どこ釣りていのか全然わかんねえ。四番釣りたいです。四番役だったら出ておいで。うん。潜伏選んでんでしょ二役とも。そう。それだったらもう四番、角一発釣って、そこ役だったら帰りゃいいじゃんと思ってるんだけれども。あれはもう後方位置で出てきてくれ。頼むから。うん。この位置で出てくんねえと。俺の精査はゴミとなる。 いいっすか。うん。ああ、初日もさ、3番なんか騎士って言ってた気がするんだけど、俺。そう。で、なんかもうよくわかんねえ流れだから、で、ハンター潜伏がいいって、もう全然、うん、勝てる気がしない。<laughs> まあ、楽しむって意味だったらいいんじゃねって思ってるんで、まあ、正直、エンジョイしながら勝てればいいかなっていうのふうに俺は思ってます。はい。まあ、 こんな女ね。うん。まあ、三番二周目でた理由、まあ、その位置だったら、俺はわかるんで。まあ。知らない精査は、うちに、明日でいいんじゃないかなって思ってます。はい。騎士が潜ってったら、つらいようにして。頑張って。守れば、占い。七番。さんが。発言します。うーん。 もうねまあ、6番の4番1本はもう分からなくもないけれど、正直4番はどす黒いと思ってる。なんでこんなどス黒くなれるんだってぐらいどス黒いと思ってる。でもそれはなんか、なんだろうな。うん、いや、あのー、なんだっけ、4番がさ、そもそも3を死んでみる理由っていうのは、完璧なる逆性差で、わざと怪しくなるように喋ってる3番が占い師っぽいっていうの理屈がわけわからん。なんで占い師である3番がわざと。 怪しくしゃべる必要があるのか理解ができないし、一郎で置くしてもわかんないし、六七強靭で置く理由もわからん。六七を強靭で置くって、片白を強靭で置くときって、クロス占いを飛ばさせたくないような、狼っぽい行動に見えちゃうかな。 うん、精査もおかしいと思ってるから、正直4番っていうのはかなり大きく作ってると思うから、正直残せない気になってきてると思ってる。で、役が出ないんだったら保護のために4番を1本で指定するっていうのはなくもないかなっていう感じですね。はい。俺6番は正直そういうところで、そういう意味では、なんだっけ。明らか、その、釣り落ちやすいところを釣り落ちてる感じがしたから、6番、6番が4番を1本で釣り落ちてるのであれば、俺6番クロス占い飛ばした方がいいと思うけどね。 に関しては俺3も1もよう分からんよ1番が不安だなって思ったのは8番あたりを弾いてたところ、まあ、9番も評価してたけれど1番が8番を評価してた理由っていうのが結局ハンターうんうんってその話だけだったと思ってるから1番が新占い師なんだったら結構頼りないかなと思った3番はでも言ってることめちゃくちゃやと思ったけどね正直占いどっちも新名ないかなと思ってるんで、はいまあ、2週目以降ですけれどね、はい、4番ついます あなたの発言です。はいあ4番5番とかの欄に知ってるけどまあ基本4番に行きますね役方法っていうのもある役ないんでしょっていう感じだし発言白くもないっていうのはそのどこするかが分かんないからね5番だとさすがに3度つながんないんでしょこれ演技じゃない限りおロー路,路じゃなさそうだなとかだから 番まあ、1、3が進路で、5番が進路なら1としか繋がらないような感じなんでしょう。新居なら分からないけど。まあ、6、7はそれぞれの村の意思で囲われてるってことになるでしょう。まあ、し黒だった九9番、2番の位置が怖い位置ではあるけど、まあ、この4、5、9、2の位置にすれば、ただ、4番、5番のところの方を釣らないと村は多分、あれだよね。 なかなかで9番2番に、ね、票が集まらないだろうし、黒要素が見つからないからね。うーん。はい。4番5番の欄とかに、ね、しててもいいけど、まあ、役方なら4番釣ってっていう感じになると思います。遺産の真偽はまだ分かんないです。ちょっと分からない。まあ、1の言ってる方はし、あの、新章はいいだけですけど、まだ、3番のは、 ちょっとクエッションもいろいろついたりするところはあるけどまあ12はなさそうって考えてる 458k の中にいるなら別に4と5は飲めるはずだからなんかどこを乱にするかがか9番にはする要素がないからまあ個人的には6792を僕は占ってもらいたいなって思ってるかな占いしはい9番3は 発言しますうーんとね <laughs> 俺は5番の方が釣りたいかな、まあ、3番さんに思ったのはなんで太鼓を人狼って言い,、まあ、言い切ったというか人狼だと思ってんのかでこれ5番まあこれ5番が指摘してたからそこは5番評価評価するっていうか まあ別に普通の発言だと思うんだけど、正直ムラムラ、巨人のほうがたいいと思うし、それを5番が3番が指摘しているのにもかかわらず、34ってなんかライン精査するとか言ってたじゃん。占い新居だったらラインもクソもないから、それなのに5番はハンターが34って言ってたでしょ。あ もう3、4がるから、3, 7 3、7を怪しくして思ってたかどうかはまだちょっと覚えてないけど、3番が巨人だったら別に、4番が狼だとしても3、4ってぐいないからもね。らこうで、2番差に入れておくと別に4番ハーフに行たつもりじゃなくて、3から3からおかしい。特に、まあ、4枚ちょっとよくわかんないけど、3、5、6ってやったから、はじいちゃいねえんだよね。 なんで9番は弾いたんですかって言われるとしたら7と8。えー、で7と勝てるゲームを落とすんだよ。おかしいと思わなかったから振れなかったけど。4番弾いちゃいなかったつぼりですけど、番3俺、そうやね。俺がヤクル出でてでもかわんねえがな。はい、ヤクル出て9人も含めてフリー。それをしていいもんなのかな、ね。俺5番かな。1>, 1番。 さんが発言します。はい。だから、ね、役職出なくていいんですよ。これが結果なんですよ。六番ってそういうことしなくていいし、なんか強面全然あるし、三ローだったら全然六強もあって、三強だったらなんか全然六番さん頑張ってねえと思いますわ。はい。俺はもう絶対占うとこ決めてるし、もう四番一本だと思ってるし、一本とは言わずに九番も今の発言で釣ってもいいかなと思ってるんですよ。 なんか2番に9番さんが、なんか2番さんは僕はじいてないんですよっていうの、もうロー狙いに行くなら9番ね。でも、4番も次のきなんか三番シーって言ってるから、もう、な5番なんか絶対釣らなくて、4番も別に3シとは言ってていいんですよ、間違ってるけれども。占い精査してるのは4、号で7、7、8、9に関して。 6789に関しては、俺の意思精査してない,しない,ないしん,ん,んですよ。8番遠回しに俺のことをしんかなと思ってるニュアンスで言ってくれてるなと思ってるんだけど、9番って2番に関して、い,ていや、4番のことはじいてないんですよ。3から6に精査したときに、順番言ってる2の色付けと、4番を結果的に今もうはじいてるんですよ。で、5番に向けてるんですよ。はい。だから4番が、 人外表になるんですよ俺のものもだったら4番釣ってもいいかなと思ってけるけど、4番が三振って言ってるから、9番が4番の、もうなんて言うんだろう、あの、評回収を始めてると思ってるから、全然9番釣ってもいいと思ってるんですよ。4番じゃあ釣らないんで、9番ゼられてもらっていいすから、も、は、う、い。だったらと思います。2番は、盤面的にないと思ってます、はい。じゃあ4番1本ですよ。以上 あじゃあ悪いけども、1がこの状況だから。2>, 2番、3番、実現します。あんたの発砲がやばいから。い,いやー、ここまで来たら役職 <laughs> しなくてよかったろうしなくていいだろうよ。4番1本で行くって言ったんだからさ、今ので5番になるかって言ったらならないだろうって思うんだけどね。で、どうするの4番3、6番が言ったけど、ど3番が潜伏したいっていうのを、うの俺、1ミリも理解できないよ。 その位置だったら絶対1周目から出た方がよかった。潜伏する意味はなかったと思ってよ。何で分かったのか俺には正直理解できなかった。うん。占いで言ったら一番の方が新目あるかな。うん。俺と目線が結構似てた4、球っていう球を追ってたよね。球を守んないともういけない位置だから。うん。まあでも4、5っていうのは別陣営に俺は見えてるよ。うん。 4番と3番でも <laughs>。<laughs> まだまだ。なんで出てきてんるの九番,番,、うん、番さんの方もいらっしゃるけ。そしたらでも4番さんと5番さんって絶対別の陣営じゃないかって思うから。うん、そうだね。まあ8番さんも結構怪しくはでもないかな。この状態だと。 俺、占いはクロスで飛ばしていいと思っている。うん。67結構でも IC1 で潜伏していると思うよ。かこの場面でさ、結構45に黒を塗るっていうのは結構簡単なことだと思うから。占いは絶対に形を占ってほしいかな。うん、まあ4番さんがハンターだったらどこ打つか楽しみってことぐらいかな。ないよ。4番がもしハンターならただの嵐でしかないか。投票してください。 アバタターををップししして選択できまます。たパイだから投票を終了追しし放されるのは4番3です。 2番も怪しさ満点だからな。4番3番なんで4でますこれ9番俺。2番が。これが役職です。役職なしです。うん、で、まあ、私的には5番さんは白だと思うんですけど、るるから私は2番さんをなんか、 大丈夫変だなって思ってるか。9いる状態でゲームコントローなんだろうな。あとね、6番さんはね、なんか白っぽく見せようとめっちゃ必死だなっていう感じ。うんこの位置、この流れから来たら自分が黒く見られるんだろうけどとか、とかあえて言ってる感じがする。え、ワンジャンあるとしたら5番さん、強人だと思ってて、色が見えてなくて発言していて、8番さんとかに隠れてる可能性はあると思う。まあ、逆になんかあの1周目は7番さん気になしたけど、

噛まれれれば3日目ままでで持ち越せるそれでもいい、まあ60点取ろう市川さんの守りはそもそも噛まれないかもしれないのとこれ強制発砲だからワングッチョブが必須な案件一旦噛まれたら噛まれないやつを擦り切ればいいで3日目まで持ち越して今噛まれても3日目に打ってもらうとかなんなりょまずは3日目につなげるってのが大事だから9守りして13を噛まれたら釣り切り そのままなら日今日決め打ちか。はい。課題進行取ろう。6番を守んない進行取っても何の意味も昨夜襲撃された人はいませんでした。発ってたよこのば。走続けだよ。6番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。呼んで落ちてる感覚があるかなって言われると。 わからんのが正直なところかなと思っています、うん。あんまり狼っぽくはないんですよね。どちらかというと、京面の方じゃないって思ってます。俺としては、うん。そう。まあ、今日占い行く日なんですけれども、一番三番の欄になってくると思うんだけど、うん、スケール機関とわからん。正直言って。 村じゃないかじゃない現状としては4番5番は全然俺精査不能もう野球場に丸投げするわわからん <laughs> マジでどうもこうもできね俺にははいうんじゃないまあ7隠しろってことで まあ呼んで落ちてなかったらやばい,やばいと思うんで、さすがに4番狂人だろうと、4番狼だろうと。7番っていう人物もある程度信頼はできるのかなとは思ってます。はい。おかしい発言はなかったので。まあ一応7番のは参考にするよ、一応。一応9番についていくわ。ただ、一応まあ一三の欄っていうのはまあずらさんでほしいなって思ってます。で、まあ1番3番の発言9番の後だから。 それさんまあ参考,参考にしつつ発言ちゃんと聞いて決めようと思います。はい。分からん。俺はもう。無理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 。7番さんが発言します。これ6つにダメですかね ?9 番さん。これってさ、今9、急に多分紙入ってるでしょ、これ。このぐっちゃぶって おそらく多分9番ハンターでグッチョブ入ってるのは、これは別に狼オカも透けるからもうイントだと思うんだけど、って時に、これ6が多分役ないから、6つって、で、かつ、オオカミ視点もう9連画するしかないから、もう1回グッチョブ入って、あの、名は増える方が狼的にはメリット、デメリット高くって、多分それ嫌って多分9番連ガ入れてくるから、多分これハンター打てるよね。 だったら名は減らずに1かん詰めれるよね。で、それしなかったわけで1と,市とさんの結果がまた見れるよね。6ってめちゃくちゃ俺臭いじゃんと思ってるんやけど、3万って絶対6占わないといけないとこだったと思ってるし、6ってめちゃくちゃあぐらかいて、この人精査全然せんかってやんで、評価書できなくなっちゃうからね、今のタイムゲームで探っちゃうと、グレー。 6、1本で冷たいんやけど、どう思いますよ ?9 番さん。7の強人を追って、この提案をしてる7の強人を追って、それが飲めないって言うんだったら、仕方なく一花さん言ってもいいと思うけど、今の段階で正直とさんって、あんまつかないと思うんだよね。6の方が若干落ちと作ってるけど、占い師的には。俺、一番さんがなんか7がせ、なんだ、一が、 な7がなんか13の精査してないって言ってたところ、若干引っかかったりとかもしていて、8九も初周の段階で剥がしてたっていうのを俺はだから嫌だなって言ったんだけど、それも若干引っかかってるから、正直13の精査ってあんまついてなくって、それだったらもう6一本で落として、盤面上かなり村有利になってると俺思ってるから、ね、騎士潜伏させて。だから6落として、13ハンター8本とかダメこういうの飲めない九番さんどう思う あなたの発言ですまあ1番が勝負する進行を取るなら別に6でも強引がありそうな位置だし別に5番でもいいし2番でもいいですよ7の提案でもやってみてもうんいいとは思いますそれで、まあ、それから13を固くいくならもう1か3にみんな合わせるしかないから俺も真意はついてないんですよねワンクジョブでした 状態なんで、9番はあ明日噛まれたら打てるんで。まあ、占いなら、まあ、い石川さんにまあバーンと打ってもいいし、売れなら256。まあ、6ずってから25のギリいらないですつってもいいし、別に。うんあ。僕じゃなければいいんですよ。うん。うん。っていう。まあ、9番が、うん。まあ、あの人が必要だっていうなら、 9番がグレー行,く行って、あの人が必要ならば、あの人は、利用するべきだからね。うん。はい。グレー可能ですよ。早めに結論出してほしいな。あの人を打たないようにしたいっていうのはうん。まあ、2、5、6。別に1、3が分からないってなったら別に6でもいいんじゃないですか。標準あるから。その後、5番2番バーンって打つとか。っていうのも、9番次第でいいよ。9番のんゲームをしてもらって、 うん、どうしても必要であればあの人出ろっていうならしょうがないんじゃないそれはうん9番がグレーいくっていうのはその条件がし、まあ、士が出ろだったらそういう条件でもいいんではいはいそれが13に行くのかもうここはもう9番が判断してほしいってはい以上ですはい9番さんが発言します まあ、あとりあえずさ、3番さんはさ、新大,へ新大編集でにしろ打っといてよ、一応。じゃ、今日グレイコー行こう、でもね、俺ね、い役職の一本しててめちゃめちゃ嫌いなんだよね。だからさ、あ、そんな6位行きたいのあ、そう、別に俺は256のランでいいよっていう言おうと思ってたんだけど。かわいそうじゃん、6番。 そのままさ、使用編集で2白打って、釣るよ。2番さ、んちょっと答えてもらいたいんですけど、4番がハンターだったらどこを打つか楽しみだって昨日、遠方字で言ったんですけど、どういう意味で言ったか教えてもらっていいですか、2番さん。4番、ハンターのわけないっすよね。ハンターで黙って釣られるわけないじゃん。だから4番のハンターってないじゃん。みんなに釣りをされて。遠方字の2番の発言でも釣りをされて。 4番がハンターだったらどこ打つか楽しみっていう意味ちょっと聞きたいんで2番さんいいっすかはいまあ6つるいいっすよとりあえずじゃあグレー行こうね2番さん答えてね打っちゃうよ1番んは。 あ,あ、PP なら PP で。いや、グレー釣るってまともな進行じゃないから。じゃあ7番強人でね、3、4、ロー,ローとか全然あるし、6番強人の可能性もあるけど、6なんか渡せないから白だから結果。いや、だったら3釣って僕釣って、ね、じゃあそこで考察して、6が生き残ってんのは6釣れやいいじゃん。そこからでしょ。ちゃんと考察してくださいよ。何言ってんのって。 いや、2番に関しては、占い精査して1の方が真って言ってくれてるから、占い値でもないし、俺はクロス飛ばすって絶対決めてるから。はい、3番が2番占うって、クロス飛ばすって3番目言ってたのに、クロス飛ばしとけばいいじゃん。確証に作れないんでしょ。なおかつ3番って6番の強靭があるかもしれないから、じゃあ何、黒打ったときに6つるとか3番つられて、その後と6つら,つられても勝てる未来が見えないんでしょ。なおかつ黒打てないんでしょ。4番でつられてるから。そういう考察ができないのかな。 2番も釣らないから、6も釣らないから、5も釣らない。はい、3番釣るから、あと占い値、俺が別にまた 2, 2番占えばいいんでしょう。そしたら明確にわかるでしょう。何を言ってんので、7番言ってるけど、9番絡まれるかもしれないって言ってんけど、いや、普通に考えて、じゃあ、6釣ります。ね、俺釣られます。PP あるから。その PP 懸念もないのが7番強人の可能性もあるから。 それでよく8番に9番役職持っててグレー行きますってよく言えんだ4が村だった場合に関しては、うん、いろんな可能性考えてください普通に結構やばいと思ってていやこれで6釣られて普通に PP だったらもう結構きついなと思いますわちゃんとゲームやっててはい、うん、3番いってください2番3が発言します はいあの。4番さんがハンターだったらどこ打つんだろうな <laughs> って言ったのは、あの完全に失言というかあの、4番さんがもしハンターであったら、そういうことをしそうだなっていうのを思って、負けたらしょうがないんじゃないもう分かんないから、6番いって、ちょっと頭回ってないっていうのもあります。ごめんん。なさい。いののあ、そう、うん1 3の審議ね で、場面的に見ればえっ、ー、と1が7の白確定させてるから。うん。若干指めが高いうんね。3番さで6番さん何もグレー考察してなかったから、占い師の清楚の続きもないし、丸投げみたいな感じでいたから、かなり強人とかもあんじゃねえかなと思ってる。うん。6。落としらいいんじゃね。えのかなと俺思ってるよ。6。落とすわ。連続選手も,<う>も6番行くわ。今正直。 いや、3番はなぜ潜伏してたのか、ちょっと聞きたい。うん。負けたら負けたで、ね、仕方ないそれ。それで納得したら、あの、ちょっと、ら、うん、負けた,らもう負けた、ね。3番はなぜ潜伏してたのか、あと、なぜ俺占いなのかちょっとてし。手うん。クロス占い、ね、俺提案したのに、なんでちょっと拒んだのか、それ教えてほしい。それで占い師の評価ってすごい変わるから。うん。3番さんの意見聞いて、俺は、まあ、とりあえず俺でも6位に入れるかな。うん。まあ、 さんの意見聞いて、俺はあの一さんどっち真か偽が考えたいと思います。ごめんなさい以上です。三番さんが発言します。六いいんじゃない？うん。そもそも二番さんの発言ってさ。 俺に対してどう思うか。でいいよ、六でいいって勝手にしたら知らねえよ、もう。負けたら負けたで、これも全然見てたから。ただ今日10回中二回だからいいじゃん、もう。ニクロとかって。十四回中一回とかだったからもういいよ。い簡単に終わせるから。動かないよね、これ。もうわかんねえからね。難易度が跳ね上がってる新経戦だから結構いいんじゃない そん第十二回でも結構し、それだけ、五回やってこれだから結構いい,んじゃない。5番さんはね、<laughs> うん、全然無駄だよ。ま、わかんじゃん。と思ってますけどね。で、七お前、狂人だろ。<laughs> うんお前、狂人。と思ってますけどね。 まあ、そんだけ。なので、まあ、六いきますか。うん、六いきましょうか。うん。ごめんね。に、なっちって。五番。三が。発言します。で、まず九番さんに一つ言いたいのが、僕二週目の発言で。三四あるとか言っときながら。の、占い師。強靭説。 考えときながら3番のなんで強人考えなかったのかなみたいな、そういう発言ですよね、僕の。それは普通にあのミスりました。普通ごめんなさいって感じですね、それは。でも僕的にはまあ3番さん2周目で出てくるのあんま好きじゃないし、2周目出てくる強みがわかんないんで、僕的にはやっぱ3番さん釣りたいですけどね、1番さんわざわざこの6釣っときますっていう場面で、6釣らないあたり、やっぱ3でいいのかなみたいな。 まあ 3, はつ3が人狼だったら、6釣りましょうって言った方が得だと思うんで、ただ一番3、人狼だったら、3釣りましょうっていう得が別に特にないと思うんで、僕は。みんな6って言ってるから、ああか6がローじゃなければでにね、得かなって感じはするんでもいいっる、でもともと3行って、ダメだったら6でいいかなと思いますけど、ね、これ全然関係ないですけど、僕ハンターだったら人のこと普通に打,つ打とうと思ってるんで、 ハンターだったただ、今回はハンターもらえなかったんで、ただ僕がもし撃たれたら、まあ、それはそれでいいかなみたいな。人に撃とうとしたんだから、まあ撃たれてしょうがないかなとは僕は思うんで。って感じですね。まあ、僕がハンターに撃たれることはあっても、別には僕はまあいいす、は別に,人に打つつもりがあるんで、なね、人ななハンターの役を持ってたら。って感じですね。なんで僕はまあ、3人入れようかなって感じですけどね。 まあ9番3どうするかわかんないん。9番が3人行くなら3人行ったら。らまあとりあえず僕は1番3進だと思って。3行きます、ね。2は占裏なったのも、かムカつくんでとかちょっとよくわかんないんで。まあ、3で、僕は3で行きます。僕は6行きます。投票してください。アバターをタップして選択できます1番2番678でもう78で4票入る。 9番が3いくんだったら俺も3いきます。もう、定評だったら定評でいいし、もう、6いきます。めんどくさいから、精査しねえからまず。人かもしん投票を終了しました。追放されるのは、3番3です。まあ、3番が6いかなかったから、3番が悪い。この流れは6いかなきゃいけない。 まあ、いいけどまあゲームではね、うん、6位けってあれほど三番に言ったのにあ,れのたのありがとうございます、えー、一番がなんで新取れたの考えてみるようなんで一番が新取れてんのこれこの人は大丈夫人、えー、読みして287が6位いくんだから6位いけはいいじゃん <え>マジで驚くよ。一<番>号も別にあるし、番うん、6番もあるから、これを6番をなぜ釣らないんだっていうのさ。6白なんですけど。なんで6白な,6白なんですけど。何やってんのあ何言ってんの、この人。頭おかしいですね。はい。一応かもね。はい、おめでとう。 いやもう、ひどいと思うよ、これ。寝ぼけながらゲームしてんだろひどいと思うよ。だから言っただろ、精査がつかんからって7番が言ってる通りだろ、これ、絶対。だから、思い込みとかがあるから、1マりリを入れるよ、これ、大人として。だから言ってんだろうよ。こうなったら2クロしか出ねえだろうよ、これ。 6番連れってあれほど言ってんのに進言しても言うこと聞かねえよな本当によそのままお待ちくださいもうこれは俺の責任じゃないよ3番が死んだら表読みしなかったから6番連れってあれほど言ったじゃん3番2なら別にいいけどあれほど言ったじゃん 昨夜襲撃されたのは8番さんです9番さんが発言しますあちなみに PP だったら言ってあ PP 宣言はないんだ分かりにくいやつなんだろうたぶん。多分

まあでも2番、それ以上に黒かったのが2番で、2番ってさ、昨日の発言でさ、1、3、新規まだ悩んでたよね。というか、1、新寄りだったのかな俺の聞いた感じだと。なんか3番に質問してたじゃん、お願いしてたじゃん。んでも今日の6番行くんでしょ今日っていうか、昨日の話、ね。いい 6番行って、3番のなんか答え、答え色結果だっけなん答え次第で、もう無理よこういう占いしてる。6するってことは、まあまあ、6黒いですよ。俺の責任じゃないからね、これ、進行してる。黒だと思うよ。3が6いかないんだったら、こういう風にならないもん。どういうつもりでその発言したんかなって2番に思いました。まあ、1、2のランでいいんじゃないですか。だったら占いにしろよ。1番。 さんが発言します違うよ、生計算できてるからこそ言ってんよ。4が村だった場合に関して、7番の発言が、あの発言始まったときに6つってね、ね6強人もあるかもしんないけど、6つって、6強じゃない4村だったらもう PP よ。だから9番さん、ここで PP あるかないか聞いてるんでしょ。それはないでしょって。じゃあ6番が黒いと思うんだったら、別に3番つって、俺つって、その後と6精査つけりゃいいじゃん、俺の色、結果見て。 そこまでじゃあ七の村拾ってんでしょ八番役でしょね。で九番役なんでしょっていう話よ。読んで確実に連れてるっていう確信があるときに初めて六いけんよ。六が黒いからとかじゃないよ。わかるわからん。いまだに六は白なんよ。だから人ロ二朗朗なのか、三番強陣の二四朗朗なのか、3二朗朗の七強か,かもしんない。 変なんよ7番の投票だって。決め打ちよ、本来は。でも、6いくって言ってんから決め打ちしないで、じゃあ3つって俺つってくれよっていう話よ。だから4で確実に釣られてる、釣<に>れてる話をしなきゃいけない。プラスできるってことは、俺の話を聞いても2番が、ね、13って言いながらも、じゃあ6行きましょうとか、ね。2> 2 4 1 4俺の話聞いても6、くって2番がおかしいんよ。 なん読んで連れてる可能性だってあるんよ、ろ、四黒でね、三番狂人でとか。俺のこと新規打つだね、三にしろ打たれた瞬間。あの発言で。もうマジで。やめて、本当に。もう、ちゃんとかと。二番、言ってください。二番。さんが発言します。ええ、すみません。 あ,のあんま、あんま入ってなくて。あの、3番さんの発言、いや、3番さんが黒くて、あんまり芯見れなかったんでね。で、6番さんが単体で怪しいから、もうこれ6番さん強人なんじゃねえかなと思ったの、俺は。で、丸投げしてるから、進行にもう。この時点で進行に丸投げするのムラじゃないなって単体精査して思って、それで6番入れたの。 でさ、ごめんね、あのこれ、結構、多分感情のやり取りになってるから、もう、2番、俺は、なんつうの、3番のシーンが見れなくて、あの、3番さんは俺を黒だと思ってて、で、そういうやり取りが続いてて、そこであの、思考と感情がぐちゃぐちゃになって、盤面があの、あんまりうまく精査できなくなって、あの、1が2世っていうのを、あの、たどり着かなかったっていう。 だって結局3番さん2周目に出てきた理由答えてもらえなかったからすごく怪しく感じちゃったんで俺、うん、それ説明してもらえたらしいんだなと思って何番が悪いでしょで<も>なんで自分のシーンを見てねえやつを疑ってるの、うん、俺マジで驚くよそれだけ 3番さんにちゃん,とちゃんと答えてくれないからさ、私投票するんだと6番に合わせる人がたくさんいるのに。で多分2番も俺も7番を入れてくれない。でももう結果あれだった、スだった。1番入れてください。5番さんが発言します。 いやもう僕的には1進って決めたんで、まあ、1がもう2黒っつったら2しかないんで、まあ、2つって終わりかなって感じですね。まあ、ただこうなってくると、次の試合行った時にやっぱ、判断になった時に人を打てないかなるっていう、僕はやっぱ打ちたいんで、ただ人打てないのがちょっと悲しいんで、って感じですね。それ以外ないですね。僕はもう言うことないっす、特に。まあ、とりあえずもう一番三進だと思ったんで。 2番が黒って言ったらもう黒っすね僕は2番いきます違う、もうごめんなさいお願いします6番さんが発言しますはいよろしくお願いしますいやもう普通に何を言ってんだと思ったけれどもね7番から呼んで100%落ちてる自信があったら6っていうのはいいけれどもそんな発言してねえじゃんそこまで 黒ドスグロイドは言ったいけれども。うん。普通六いかねえし、そもそも。で、ハンターが撃てるいや、急噛まれたなんかわかんねえし、そもそも。現状として。で、もし急グッジョブ怒ってるとしたらね、ハンターで9番がもう確定してるけれども。連覇するわけねえじゃん、狼が。うん。しかも俺が狼だったら、8の騎士なんて透けてっから。8噛んでるわ、普通に。うん。どう考えても。はい、以上。意味不明な村でした。 三でません。いちごとかだったら釣れなかったよ村田だ,いいだたよ、はい。まあ巨人に見られてもいいんじゃない全然。俺精査してねえし。わかんねえわ、ぶっちゃけ。うん。で,で終わりいいにまあしょうん。うそれもできないじゃん。もうやる気もねえし。一日目からもう訳わかんねえ発言ばっからし。うん。もういいや。うん。以上。はい。7番。 うん9番さんこれ1いきません結構今の56の発言から56の黒も終えるから1番さん2世で2黒打って2つってピピで負ける未来見れたんだけどで5も6も精査してないっすよこれいいの本当に。 1>, 1番の芯で決め打てる要素って何な三 ?3 番が落ち度作ってるの落ちと作ってるクロスライン飛ばしてないし、6番にだって全く話聞いてないね。レンガするわけないって言ってるけれど、狼目線もう分かってんだから、9番噛めないで、9番ハンターってことを透けてて、その場合に今偶数進行になっていて、例えば他の別なところを噛もうとして、騎士が全く出ていない、この村強い盤面の上であのグッチョブが入った場合って縄が1本増えるの。それってレンガで結果的に、 9番を噛んで発砲されて縄が何、何発砲されるよりもきついからね、村視点で村視点じゃない、狼視点。騎士も透けてないような状況で、透けてないっていうか、騎士が出てない状態で。だから、8カメオっていうのは結果論そうだっていう話だって、じゃあ、8が村だった場合って、ぐっちょべで縄増えちゃうよ、6番の視点だと。 それできないから、あの盤面だったら9神っていうのは入る可能性があるから、だから6落とせるの偶数進行で騎士が出てない状況だから、もし仮に9番が噛まれた場合って1か1と3のどっちかに発砲すればいいんだからって、わざわざ1とんの精査がついていないのであれば、だったらグレーから詰めた方がいいんじゃないって9番に俺は提唱してんのね。お前に提唱してないんだわ。お前が黒いから9番に提唱してんのわ。9番が噛まれてることを自覚してるからね、守られてるってことを。 っていうところでやっぱ6番って俺どす黒いと思うんで1の,1の2クロ結果がちょっと信じられないの俺は1番いこうと思ってキ、ね、ューバーさん判断してくださいまあ,あ決め打ち進行ですね投票を行っています、まあ、3人にかけるしかないと思うままださい。だからさ安易にハンターのことを話したり役がつけることやめてほしいよなまあ,あいいんじゃない1が死んだったら村の進行は間違ってなかったんだから 6が5はローだったら4号のランジできなかったりしした6番をれなかったのだからされるのはああまあ消えのことだからね次で終わらないってことは 2> 2番ほら三振世界があったから12世の世界があったから5と6をするべきだったのにはい巨人だったんだ負けですよこれ1負けですよ一6か15っすよ 一六か1号、五。七は強人だけど、六か五って止ってた。そ3、ままたい。三番二番は真だったってことですよ。終わらないんで。七強人出てるんで、七は強人っぽいけど、意外と六あったかもしれないのに。だから三神世界があったんだって。あったの。だから六に合わせないのに、六に合わせないの生きるために、九番の七っいうのはもう中途半端になってるんの

です。衝撃の進行度ではあるけど、負けたんでしょこれ。試合終了。敗北しました。